今日はスタンスオーナーシロズくんの別荘でバーベキューです。めちゃくちゃ便利やん。これ便利。返したらすぐ焼けるね。結構黒いですね。本当や。お酒あるよ。マッコリがありました。マッコリが。白ずくめやるとかっこいいね。塩コショウ、塩コショウかけようだけのな。コソちゃん書きに。すごい、なんかでもすごいよ、こうなんか森の中って感じ。うん。要望言ってもらったら別に、はい、ここそんな利益物件として使うつもりがないんで。はい。なんかいい感じに使ってもらえたら。イケメンのシローズくんが良心的な価格で、はい、貸してくれるそうです。一棟貸し。でもいいよね。お風呂もあるし、ね、お部屋もあるし。これ夜静かよ、多分。この辺はうっかり浴槽してもバレないちょっとね、白ずくんの別荘紹介しましょうね。ちょっとみんな荷物置いてますからね、あれですけど、こんな感じ。バーもあります。おしゃれやね。結構ね、広いんですよ。ちょっとみんなたくさん出してますね。まあテレビあって、冬は暖炉もあります。だからまあ借りるときは持ち込みしたらいいですよ。ここキッチンなんですけど、どこだ、ここキッチンですね。だから持ち込んでお料理を作ることもできます。ちゃんと、お風呂トイレとね、全部ありますよ。綺麗、めちゃくちゃ。綺麗。中川のね、結構お口お部屋がですね、まあこんな感じと、広いね。そして2階の洗面所とトイレがあって、もう一個お部屋がありますからね。ちょうどいい季節。ちょうどいい。うん。うん、寒くもなく暑くもなく。そうそう。これ仲良しグループで宴会してもいいね、ここで。最高や。うん。好きなのね、持ち込んでいいっちゃからね、うん、まあでもやっぱりバーベキューやね、うん、お、すげえ、タンも入れてくれてますよ。タン、はい、タンもあります。タンタン、やっぱりお店が白津さん気を使ってるもん。そうよ、白津くんが買いに行っけんってね、お父ちゃんが買いに行ったって俺が買いに行ったほんとやサービスやね、すごいね、うん、はい、そしてここが白津くんの別荘ですね。さっきこう紹介しましたけど、ここ一棟貸しがねできるんですよ。そしてなんとまあバーベキューやったりだとかも OK だし、何持ち込んでも OK なんですね。ちゃんとお泊まりもできるお部屋が2階にございますからね。しかも値段が安いで、日帰りで利用も OK ですですね。はい、はい、ちょっとアピールしてください。まあ
特に利益物件のつもりではないので、なんかうまく活用していただける方がいれば、はい、使っていただければ、まあ、家族で使ってもいいし、ね、まあ、なんかの集まりだったりとか、はい、ここでお昼とかねご飯作ってもいいし、そうですね、パソコンの環境とかネット環境しっかりしてるんで、はい、打ち合わせとかで結構僕は使うこととかが多かったので撮影も良さそう。撮影はいいですね、うん、撮影使うんだったらめちゃくちゃいいと思う、意外にねシンプルですよ、うん、あのカメラマンさんモデル連れてね撮影とかも全然使えますから ね、はい、あの車もちゃんと止めれますから、はい、あの詳しくは概要欄にねあのちゃんとアドレス貼り付けておきますから、そこから見てください。よろしくお願いします。お願いします。肉をねちょっと今焼いてます。まだ半生、だんだんね日はちょっと暗くなってきたけど、まだまだ、そうそう、今ね室内でねあの三重チャンネルを皆さん見てます。あ、 YouTube ね。そうですそうです、テレビで、あっつ、テレビで見れる、あ、今やってるテレビで、5分ぐらい5分ぐらい多分たまに非日常時間ね、うん、いいよたまにはこんなの、あ、もう作っちゃない、あれ燃やすとかな、ほら燃やすじゃん、つけるつける、そこも最初の時間昨日かな、書いてたじゃん、そう、そういくもん、あ、もういいの、音が変わってきたでしょ、うん、変わってきた、え、それって何、これは草焼きをするための機械なんですよ、本来は、火炎放射器みたいなやつ、すごいねそれ、お湯が入ってるんですよ、え、うわ怖い、びっくりした、おお、ちょっとすごいことになったこれ近くにおったら怖いよ、これ石油が入っとってよ、いや灯油です、あ、灯油か、本格的やね、わすごいすごい、できるよこれ、あ、ね、すごい、まだ温まってないです、ショーはできるの、結構時間かかるっちゃね、だいたい5分ぐらいで温まるはずなんですけど、焚き火してどうするの、温まる、温まるだけ芋焼いたりとか、あ、芋ないと忘れた、いらっしゃい、お待ちしてましたよ、素敵な岡部くん、お仕事お疲れ様でした、次は別荘、次は別荘です、あ、すいません、この間ありがとうございます、あ、違うの、初めましてですね、初めましてです、真っ暗で、もう酔ってますか、やばい、すいません、ブラブラ、あ、はい、どうも、はじめまして、ありがとうございます、ファミリーマートという、はい、あのパルコの新館近い、いつも買ってますって言って、よろしくお願いします判定はまだ分かんない、どっちが勝ってるか分かんない、途中採点があるのとないのがあるんですよ、段階によって、
よしよしよし。やばい。これ切れる？他にこんな楽器持ってる人いると？でも、この人はね、結構こういう楽器、売っとるもんね、専門のそういう場所に行ったら、うんうん、だけど、これがサボテンが入ってるとは知らない。ああ、知らない、知らない。乾燥サボテン、貼り付きの乾燥サボテンを多分カットして、で、多分なんか豆かなんかも入れて、それ2つ、それ2つがあの重なり合って出る音。そんな音が出てくる。メインスティックって言って、これはついでに言っちゃいますけど、これはあの水晶ですね。水晶、水晶です。私今日持って帰ろうと思って結構いい音が出ますね、うん、このカバンの中入るから、カバンの中入りますねこれいい音がしますね。これをこう弾いてた人は楽器操作になるのかな。これなれます。なる、なれますちょっと難しいんですよ。ちょっと素人さんにやってもらいましょう。またすると一回も鳴ってないです普通の人がすると、ちょっと多分手の力の入れ具合が難しくって、うん、私も一回も鳴ってない。あ、ちょっと聞こえてきた。気のせいじゃないと。ほら、あ、素晴らしい、素晴らしい。いろんな種類があって、結構倍音が近づけちゃダメだろうかな、うん、あ、もうまあまあまあ、やっぱ見てないってことね、多分ね。あ、あ、鳴り出した。あ、鳴り出した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 。あ、鳴ってきましたね。あ、分かった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 。暗闇にポツンと暖かいね、うん、暖かいよ。心を温めて帰りね。お疲れ様、岡部君。おはようます。お疲れ様です。静かやね、ここ。静かやね。うん。星が。ね。ぜひ借りに来てください。安いですよ、意外に。